それはもうずいぶん昔のことになります。その頃の私には何か落ち込むことがあると決まって聴く曲がありました。その曲のレコードとそれをかける蓄音機とそしてそれを聴く場所があればなんとなくその場を乗り越えられたものでした。時が経ちそのレコードも蓄音機もその場所もなくなってしまいましたが、それでも時折心のどこかにあるあの場所から聞こえてくるその曲は私を支え続けてくれたものです。追憶の中の音楽を奏でる蓄音機とそれを楽しむための幻の劇場、何度も何度も私を励まし助けてくれたそれらを私はそのように呼んでおりました。それはもうずいぶん昔のことになります。その頃の私には何か落ち込むことがあると決まって聴く曲がありました。その曲のレコードとそれをかける蓄音機とそしてそれを聴く場所があればなんとなくその場を乗り越えられたものでした。時が経ちました。そのレコードも蓄音機もそしてその場所ももうなくなってしまいましたが、それでも時折心のどこかにあるあの場所から聞こえてくるその曲は私を支え続けてくれたのです。人はそれぞれそんな音楽と場所を持っているものだ、そう私は考えています。追憶の中の音楽を奏でる蓄音機とそしてそれを楽しむための幻の劇場、何度も何度も何度も私を励まし助けてくれたそれらを私はそのように呼んでおりました。